続いてはお子さんに一押しの習い事を紹介します。新生活に楽しく学べる英会話はいかがですか？フィットネスクラブパウスポーツクラブでは、動いて聞いて体で覚えるをコンセプトにしたパウ塾英会話教室を開講しています。カリキュラムは10種類、スポーツを取り入れ楽しく英語を学ぶことができます。バウンシングボールはゴムボールをバウンドさせ、体を動かしながらリズムで英語を学びます。座学とは異なり、飽きずに楽しみながら英語が身につくのも魅力です。こちらはスキッピング、縄跳びを使用し飛んだ回数を英語でカウントします。子どもたちの体力向上にも効果的なカリキュラムです。この他にも歌やゲームをしながら英語の発音や表現、書き方などを中心にコミュニケーション能力を養うことができます。スポーツが好きな子どもはもちろん、苦手な子どもでも楽しんで学ぶことができます。パウの英会話教室は英語を学ぶだけではなく、個々の協調性を磨くこともできます。サイモン先生と一緒に英会話を楽しみませんか？皆さんのお越しをお待ちしております。パウ塾英会話教室ではただいま生徒を募集しています。授業は毎週金曜日、3つの年齢別に授業を行います。それぞれ定員が集まり次第締め切りますので、お早めにお問い合わせください。楽しみながら英語を学べるというのはいいかもしれませんね。自然と英語が身につきそうですよね。はい。